最後のコーナーはあなたとさゆりのリクエストコーナーです。今日のハガキは栃木県小山市にお住まいの大串幸男さん、会社員の方からいただきました。悲しかったあの時も遠く過ぎてしまえば美しい思い出として心の中に残るものですね。大好きなさゆりさん、ぜひ小川智子さんの初恋の人を歌ってくださいというハガキです。きっとたくさんの思い出があるんじゃないかなと思います。それでは皆様とのお別れは初恋の人。She